どうしたりバチチャンネルはメンバー様を募集しています。どなたでも応援の手や登録してくれると嬉しいです。てんてけてん。親愛なる皆さん、ごきげんよう。猫も弱視もあっちもこっちも不正不正不正、投資狩りバキです。それでは本日の気になる銘柄ご紹介します。てんてけてん。9278ブックオフ G、 2007年高に22億円だったかの粉飾水増し決算で、創業者の坂本が会長を退任してた会社でしょうか。店舗に重機を納入してた取引先からリベートをもらってたとのことでしたが、取引いただちに違法性は認められないとちょっと何言ってるかわからないことは言ってましたが、その後受け取ったものを全額会社に返還したとの報道もあったのかと思います。テテテン、今回は架空買取ということで、ビッグモーターから FP パートナーからブックオフと地獄の数珠つなぎでしょうか。自作自演のマッチポンプは日本人らしい陰湿な伝統芸、実力を伴わない筋の遊びも意識高い系の日本人らしい様式美でございます。テテテン、中古両者といえばハードオフほかゾームゾーンも同じような民度でしたでしょうか。100円一式で買い取りしたものを10万円とかで売るような、そんな世界観だったかと思います。私なんかは100社くらい転職しており、古物商の資格なんかも持ってました。多分もう期限切れ、中古料のガバガバさも知ってますが、なかなかのものです。今回架空買取ということですが、手癖が悪い犯罪者はどの店舗にも当たり前のようにいるわけです。メルカリなんかもそうですが、どうにもターゲット層が低所得者になりがちで、わりかしこの世の地獄みたいな風景も散見されたりするわけです。在庫の不適切な形状なども上がっており、ブックオフは5月期の決算発表を見送っているようです。表向きはリユースだかなんだかの社会貢献なわけですが、ボケじじいたちからヴィンテージやプレミア品などを10円とかで買うのが、店舗によってはわりかしビジネスモデルの根幹だったりするわけです。FC は看板は同じですが、ダークサイドに落ちた店舗は別物と、そういうことでしょうか。テケテン、ブックオフ国内外全ての店舗において臨時の棚卸しをするとのことです。数人が吊るし上げられてトカゲの尻尾切りはシャンシャンでしょうか。こんなもんはいじめとかと同じでなくならないでしょう。万引きなんかも多いビジネスだと思うので、正確に棚卸し生産をしてしまうと、あららって感じでしょんぼりしてしまうのかもしれません。性善説の概念なんかは絶滅してしまいましたが、犯罪者を店舗から完全に除外できたとしたら、従業員も客も過半数が消えてしまうんでしょうか。そんな世界観だったかと記憶してますが、どうなんでしょうね。テケテン、株価についてですが、本日はマイナス 10.40% 売りで大きく下がりましたが、その後は売り豚が焼かれて多少威張ってます。これについては知ってた速報みたいな案件でしょうか。時価総額289億円の弱小企業にとってダメージがどれくらい影響されるか知りませんが、こんなことで会社を畳むような感じでもない気がします。かといってチャートは下がる余地がまだまだあるように見えます。賢明な投資家なら全く手を出す必要もない銘柄かと、そんな風に思っております。テケテン、数年ぶりに絵をいや買取王国の株価も見ましたが、リユース量は渋いですね。ポケカとかも暴落しており、所領無常の響きが聞こえるようです。チーン、個人的レーディング、株も安く仕入れて1000枚くらいで売りたい銘柄です。テンテケテン総括近況、実験的に1銘柄だけの紹介動画です。この方がタイトル的にも SEO になるわけですが、最近の私は毎日投稿がめんどくさいので、早めに作ってスケジュール予約投稿しています。つまりこんな手口で SEO もクソもないわけです。質より量の社会は楽しさもありますが、常に出し続けるのは大変な飽きる作業です。テンテケテン、最後までご視聴いただきありがとうございました。相場は自己責任で命を張りましょう。それでは皆さん、また見てね。ご清聴ありがとうございました。